2021年5月22日茨城県日立市民球場、この日は茨城アストロプラネッツ読売ジャイアンツとの交流戦。今日先発ですね、はい、昨日の負け分やり返したいと思います。デビュー戦もここだったんで、そうですね、はい、いい球場で何回もやらせてもらえて嬉しいです。前回50点って言ってたんで、ここで覚えてますか？覚えてますよ。今日100点出します。わかりました、頑張ってください、ね、はい、ありがとうございます。頑張っぺ頑張っぺ頑張っぺラモンさん、アストロラモンさん頑張ってね、頑張ってね、うん、アストロウィン、プラネッツウィントデイ、オッケーオッケー、ゴーゴープラネッツ、ゴープラネッツ。三遊間、おはようございます。三遊間なかなか取れない、このツーショット、はい、もう同級生ですよ。同級生、あ、言っていいですか？いいよ、いつも言ってるんですけど、日本一を三遊間目指してです。これガチです。ね、ガチだよな、本当。こっちは一人で言ってます。ガチです。日本一を三遊間目指してです。そうだね、はい。キャッチャーがホームランとか打ってくるんで、意表ついたことやってくんない？はい、頑張ります。お願いします。はい。おい、関西人嫌いとか言うな。言ってた。言ってた、言ってた。橋本さん。やばい。カメラの前で関西人嫌いとか言うなよ。マジで。言ってない。はい。言ってないですよ。こっちエンタメキングだから。あ、先輩ですね。すいません。頑張ってね。頑張ります。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。もらってから初めて来た。今日投げるピッチャーってことですか？こっちの2人は。投げます、はい、2人は、はい、それはいい。笠間のスーパースター、日立中のスーパースター。どうですか、今日勝てそうですか？勝てます。勝てますか？はい、伏せさんが前なんで、うん、そういい形で繋いでやるので勝ち頑張ります。よし、勝ってもらいましょう。昨日分取り返してください。そうです、頑張ります、はい、頑張ってください。頑張ります。会場前から多くの人で盛り上がっていました。お疲れ様です。今日もステージ、ね、いや今日もよろしくお願いします、はい、雨がちょっと心配ですが、頑張ってパフォーマンスしたいと思います。よろしくお願いします。頑張ってください。頑張ります。ゴーゴープラネーズ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もがっつり稼ぎます。ゴーゴープラネーズ。オープニングはベガスダンサーズのパフォーマンスから、そして佐藤俊さんのステージ。この日は東日本技術研究所特別協賛試合です。よろしくお願いします。じゃあ本日は楽しんでいってください。ありがとうございました。いよいよプレイボールです。茨城のスターティングメンバーはこちら。茨城の先発は坂下空投手。1回巨人の攻撃、フォアボールと2本のヒットでノーアウト満塁のピンチ。ここでライト前にタイムリーツーベースヒットで2点を先制されると、レフトへの犠牲フライで3点目。その裏、茨城の攻撃、巨人の先発は笠島直樹投手。ツーアウトでランナー一塁、今日4番に入っている滝上、その2球目盗塁成功でスコアリングポジションに進むと、センターへのタイムリーツーベースヒット、1点を返すと5番瀬野、サード取ったが悪送球、その間に1点追加。そして6番山中、打った大きいぞ、入った、ライトへの逆転ツーランホームラン。2回巨人の攻撃、
ツーアウトランナー二塁の場面、ライトへの同点タイムリーヒットを打たれました。3回にも2点を奪われ6対4、2点ビハインドの4回、茨城の攻撃。ツーアウトからデッドボールのアルバレスを一塁に置いて、前の打席タイムリーを打った滝上、センター前ヒット、ツーアウト1、3塁でバッター瀬野、セカンドへ内野安打、1点差です。なおもチャンスは続き、今日当たっている山中、打ったレフトへのタイムリーヒット、同点です。しかし8回を終わって16対6と大差をつけられ、8回茨城の攻撃。この回は途中からマスクをかぶっているイタツ、打ったセンター前ヒットで出塁、続く打者は途中出場のセンター吉本、打った大きいぞ、抜けたセンター右へのタイムリースリーベースヒット、1点返しました。しかし9回にも1点奪われ10点差、最後のバッター吉本も三振でゲームセット。茨城アストロプラネッツ敗れました。東日本技術研究所様よりホームラン賞、完投賞としてそれぞれ5万円が贈られました。皆さんありがとうございました。どうでした、振り返って。そうですね、まあやるべきことをやってって感じですかね、はい、いいところで打ってくれましたね。そうですね、うん、まあ今日は監督に選んでもらえてありがたいですね、うん、まあでも野手自体はやっぱ7点も取れてるんで、うん、まあ、負けまあもっと取っとけば負けてはないんですけど、まあ明日につながる、まあ、試合やったんじゃないかなと思います。明日につなげてください。はい、頑張ります。明日も勝ちます。頑張ってください。はい、ゴーゴープラネッツ。ありがとうございます。監督お疲れ様です。はい、カメラマン。はい、負けちゃいましたね。負けました、はい、けど打ちましたよね。7点も。おー、打ちました、うん、どんどん打ちました。いいことと思いますし、うん、あのやっぱり選手たちのチャレンジ、いい道に行ってるし、まあ、これからもっともっと活躍出してほしいっていう、もう監督から応援とサポートします。はい、明日につながりますかね。そうですね、明日も、まあ、頑張ります。頑張ってください。またそれポジティブで、うん、最高な野球で、はい、行きたいと思います。はい、お疲れ様でした。おっしゃ、おっしゃ、明日頑張ってください。頑張ります。カメラも頑張って。はいはい、いいか、お疲れ様です。あ、ホームラン打った人がいる。あらす、これからもこの調子で頑張っていきます。流し打ちのホームランかっこいいですね。とにかくそうですね、ね、ライト時一番それは大きかったですね、うん、流し打ちっていうのが、ね、はい、いつもライト前ヒットの真ん中ですって言ってたから。ついに。ついにね、はい、よかったです、はい、本当にライト柵越えの山中になりました。そういう名前がつくように。ライト前ではなくて、はい、柵ちゃんを超えるように、はいはい、感触良かったですか。そうですね、軽かったです、はい、明日も打ってくださいね。はい、明日も頑張ります。とにかく明日なんで、はい、明日ね、5万円何に使うんですか。5万円は僕に焼肉をおごります。はい、タケルに焼肉をおごります。はい、あらした、頑張ってください。じっくりもう一度見たい方はこちらの茨城アストロプラネッツ公式 YouTube チャンネルのアーカイブをご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。この番組はご覧の提供でお送りいたしました。